ございます。おはようございます。おはよう。ソフさん、ありがとう。まあ、フィン。すがすがしい朝だ。おはよう。なんかさ、背中が痛い。いい天井。ゴヤッキーさんありがとう。マロン、背中痛い。背中はあかんの？ふぅ、背骨の横。今日も一日楽しい。ありがとう。ベッドから落ちた私、いつの間にか。遥か先へ進め。よし、オッケー。ずっと同じで体勢。それ説濃厚なんよね。私もう本当に寝てしま、何、もうぐっすりな時ってさ、動かんのよね。で、起きた瞬間に体がガチガチガチみたいな感じになって動き始めるんよ。ワンちゃんずっと同じ体勢でいた説が濃厚。マシャさんありがとう。ケーキ三種盛り。ポンコツさんシュークリームありがとう。シルバーストゥビさんお手紙ありがとう。今日の寝起き快調そう。全然。コバさんありがとう。シュークリーム、ケーキ何種盛りもありがとう。コンコンもケーキ、アフタヌーンティーありがとう。昨日間違えてインスタント DM 送っちゃったみたいで消せなかったので、なかったことにしてください。ケル大丈夫です。私どうあがいてもインスタント DM見れないので、全然もうメモ帳とかに使ってください。いつかその機能が外れて見れるようになったらちょっと楽しみにしてます。全然寝起き快調なことでもないけど、でも、アラームの30分前に起きて、ちょっと連絡を返してもいいですか。
目覚ましで起きれない。あら、なんで平成テーマさん、モンブラン、ありがとう。あり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 、なんでですか。時間にはね、正確ですよ。本当はいつだって。トリガーさん、シュークリームありがとう。え、今生？私？頑張ってた？嬉しい。今生、どんな回だったっけ？めっちゃ、イローだよね。イローで見よう。今のエアラビとかテイさん、そう確かに。あ、ハラスムの賢人言葉キャッキャフ私、原監督に変態親父とか言ってんの？ヒロピーさん、ありがとう。ケーキマリュー、尊いありがとう。変態親父私、変態親父って言ったわけ。フクちゃんち、ありがとう。ケーキ取り消し？DM って確かになんかリクエストみたいなのあるよね。たくまさん、瀬戸香ちゃん、ありがとう。おもろいやん。かーくん、ありがとう。原さん、懐大きいよ。余裕、余裕おじ。余裕おじちゃん。ついついしましたよ。遥か先へ。息を深く吸ったらマジ背中痛い。やばいな、これは。なんだ、なんでなんだ。
肩こりはねない、あんまり肩は寝具が合わなかったのかな。ツーです、ありがとう。あ、見逃し配信ありますよ。おはようメール送んなきゃ。インストールしました。え、すごい、アプリインストールする人なかなかいない。あ、コンタクト入れてメイクするか。ハロー、グッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドイブニング。トトロファイト、ありがとう。う、背中痛い。そうだよね、メイクアップ頑張る。ふう、ゆいちさんありがとう。え、背中痛い。今一筋さんの出番かも。わあ、仕事頑張。お仕事頑張。神経痛は原因が不明。これも神経痛かな。適度に体を動かす、優しい。背中をさすってあげたい気持ち、優しすぎるね。おーい、672ありがとうございます。寝てる。えっと、このかずちゃんケーキありがとう。よし、じゃあ頑張る。今日も頑張りこちしよう。素晴らしい。
ちょっと今着地を入れてくるわ。少々お待ちを。少々お待ちを。お待ちどうさまです。入りましたよ。部屋に猫おる。にゃんにゃん。にゃん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 。食パンダさんありがとう。テトって何テト。あああれか、あのテトか。はいはい、下地を塗って。感じて在透明のガラスのキャンバス彩ったニュアンスカラーは淡い淡い曖昧探してたい素直なままの君のパレットで真実だけ描いてくから。あシャラララタラララララシャラララララタタラララシャラララララシャラララ I wonder I wonder タラララララ朝から超ノリノリなんだけど困っちゃう。ありがとうコバさん、ほんとありがとう。ノリノリじゃん。そう I wonder チッチッチッピッ音が止まった、色が変わった、空白だった記憶の最中、ドラムみたいな鼓動が鳴った。I wonder ハリス、アギありがとう、お元気。とりあえずファンデーションを塗って、音が止まった、ハリーはポッター。え、歌うまい。え、嬉しいんだけど。今のアイワンダーを聞いて思ってくださったってことですか。
超嬉しいんだけど。ハリーはポッター歌うまくなるよ。練習いっぱいする。今ファンデーション塗ったけ。肩は凝った、白を切った、韻を踏んだ。ああそういえばすぐここもチェックアウト、チェックメイトなので、ここを飛び出す準備もしなくてはならない。メッシーはマッターです。これくらいは。誰かの咳が聞こえた。大丈夫かな。咳してる。探してたい透明のガラスのキャンバス。感じてたい素直なままの君をパウエットで真実だけ抱いてくから。あニキビできそう。ちょっとつらい。最近肌荒れもモードチェンジ、肌荒れ Now ですので、ちょっと辛いな。肌荒れってなえるよね。シンプル、シンプルに肌荒れはなえる。家ありがとう。 STU 歌うまグループ、口内炎治りました。もうね、でも痛みは引きました。ドグレイソングをみんなにも伝授。歌うまグループの中の私も歌うまになれてるかな。今日は10時半にはここを、10時28分とかにはここを飛び出したいので、よろしくお願いします。みんなは何時に何個、何時に何があるとかあんのよ、言ってみなさいよ。何時に何時までに、じゃあ今やってるやつを終わらしますとか、ね、あと1時間。嬉しい、好きな歌声、風さんありがとう。
じゃあいっぱい歌っちゃうよ。そんなの歌うことは趣味です。好きだから何でも歌う。眠るの？もう家出ました。そうだよね。何時にこの目の前やってる仕事を終わらすとか。終わんないよそのお仕事って。終わるとかの概念じゃないのか。ごめんなさい。はい、おー今の会議終わりす。いいじゃん10時くらいに。長っ。その会議あ、今エアコン入れ始めたんですけど、え、一日では終わらないの？そういうみんなお役目をあれはいいことですか。まだエアコンが必要な時期だ。普通に暑くないか。それともこの部屋がすごいなんか空気がこもって暑くなりやすいとかそういうのかな。あ、昨日と今日はやっぱ暑い。え、今日も暑いの？かゆきさん、かわいい、ありがとう。え、暖房入れてんの逆に。寒がり。今日はこれからご飯を食べに行きますよ。朝ごはん。朝ごはんと昼ごはんのちょうど中間のごはん、おちょばを食べます。今日だからお腹すかしていこうね。冷房入れた。え、暑いよね。昨日もお蕎麦食べたけど、今日もお蕎麦を教えてもらう。しらすさん、シュークリームありがとう。素直なままの君、「パレットで信じつ
モ、ナンバ、そば。そんなんあるの。水色で食べるんだよね。ザルじゃないんだよね。おそばはそばとそばつゆで決まるよね。ちょっと当たり前のことをそれっぽく言ってみた。ママの木、え、もう寒くなってる。嘘でしょ。冬至そば、山口は結構暑いな。そうよね。絶対暑いよ。透明なガラスのった「ニュアンスからは淡い甘い曖昧」「探してたい素直なままの君のパレットで信じつなげないでくから」柔らかな歌声、マジ？そんな私褒められちゃう。私褒められて伸びるから嬉しい。これちょっとメイク道具が全然足りてないんだけど。まつげサンバ、パムさんありがとう。一日朝から、よかったです、よかった。ビーショパンさんファイトありがとう。Hey! What's up guys?
足りない顔を受ける優しいな。いいの買っても。本当にない。メイク道具が急にないわ。涙袋だって変なやつで描いたもん。なんかもう涙袋のライナーがないから変なやつで。ああ、あった、入ってるじゃないのよこっちに。1233ありがとう。こちらこそです。まあいいや。イエイ。メイクはこれにて完了。声だけでもいいです。 よかったです。ごめんなさい、声だけで。見つめ、全然時間は余裕でございますね。余裕じゃんって。やっと。でもね、お片付けあるからよし。じゃあ今からちょっと前髪濡らしてきます。パッチリ目が、目がパッチリ。てか今日の失敗、なんか私タブレットの充電が 3% で始めたんですよね。そしたら多分だけど、もう限界を迎えたらしい。だからスマホで始めてみたよ。ね、コメントも見づらいです。すごい。あ、
ありがとね、みんな。ただいま。ありがとう。あー、みずら。かぜさん、マニョゴン、ミラボ。ハリーさん、ミラボ。ふくちゃんち、シュークリーム、のろすけさん、タコ。ありがとう。ただいま。確かに 3% で45分もよく持ってくれました。ちゃんとね、充電器も挿してんだけどね、でももっと大容量じゃないとね、多分タブレットはダメなんだと思う。一旦こっちで、あれね、じゃあ一旦こっちで、じゃあ髪の毛をスルーせますね。タブレットはずっと充電器挿してるんだ。ケンケンさん、ありがとう。お芋のケーキ、うれぴー。え、そう、ずっとタブレットは充電器挿しながら配信してて、もう落ちちゃう。やっぱ10年以上のことをやってるから、充電しながら、じゃあ追いつけないようなアプリ開いてなんか配信とかしてると充電もっと食うから、多分それが充電にとっては負担だったんじゃないかな。わあ、ねえねえ、梨食べようかな。その前に着替えなきゃ。先に着替えるか。めちゃ見づらくない？このちっちゃい画面。ね、食べるの？先に着替えてきます。朝ごはん食べよう。タピオカも飲もう。でもそんなことしたらまあ入るよね。お蕎麦なの。お蕎麦大好きだもん。お蕎麦が入るか不安です。
中暗い。着替えました。着替えました。なんか燃やってるよね。無理だ、ずっともろもやってる。これもやもやです。ご安心を。心の目で見ればもやもやしないから。コンコンありがとう。お腹すいた。ニョッキミルンさんファイトありがとう。そう、昨日買った梨を食べてないんだよ。じゃあ好きに。そう、霧がかかってんのよ、早朝すぎるからさ。よしよし、じゃーん、梨。朝ごはんマジで光の具合じゃないかな。後ろからなんか変な光があって、私が黒いから変な感じになっちゃうんだよね、きっと。梨です、食べます。じゃーん、いただきます。わー、スマホ探してた。スマホ配信中やん。欲しいよね、写真撮りたかったけど。いただ、みんなが撮ってください。いただきます。こうだよね。そう、まあでも私自然光が好きやけ、どさくさに紛れて部屋オイルを塗りました。アイルトン佐藤さん、かわいい、ありがとう。かわいい。
からフルーツは田中みな実さんになりたいすぎる。マジ真っ白。切ってない。自然光ってさ元気出るよね。うん、超おいしい、超おいしい、福ちゃんちかわいい、ありがとう。梨のタルトおいしい、食べてみたい。梨だけじゃないですね、それな。もっと早くメンテ行けばよかった、全然暇だったのに。うん、行くね、メンテ。うん、ラストなしになる、次がタブレットも朝ごはんが必要なんだよ。私が全然チャージしてくれないから困ってるんだよ。ちょっと飲もうかな。いや、これはあとでのお楽しみにする。おやつ食べるとき梨でエネルギーチャージしてるから。いや、ちょっと髪の毛するね。超見にくいんだけど、こんぐらい近寄んないとコメント見れない。全然見れたけど、全然。あの、この見て、こんな平成女児みたいな服着てるから全然シックじゃない。私シックキャラで行きたいのに、シックお姉さんキャラで行きたいのに、もう全然平成女児キラキラプリキュア、プリキュアのお洋服着ちゃってるもん。私は昨日みたいに襟付きお洋服ボタンピッ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 みたいな、そんな感じで着たいのに。プリキュアじゃん、しかも足もキラキラしてんの。プリキュアかも。ニョッキーメールさん、いえ、ありがとう。頑張るね。10時来た？10時20分ぐらいには余裕だねみたいな。もう全部準備完了ってしときたいから。はい、ごちそうさまでした言ってない。ごちそうさまでした。アンバランス。彩ったニュア、私ね、踊れる。見つめてたい、透明のか、あ、踊らない、踊れなかった。まだ全然。ケンちゃんかわいい、ありがとう。いっぱい動画見てんだけどな。
ダンス練習したい。諦めた。もう平成がレトロですか？そんなことは言ってないです。このキラキラ、私平成女児だった頃キラキラがついた服いっぱい着てて、このキラキラが平成っぽいんですよ。で、私平成どっちかというとカジュアル、私は平成というよりもリコチ時代、瀬戸内時代着てんで、瀬戸内スタイルのお洋服を昨日着てきたけど、リコチ瀬戸内時代着てから、そうメゾピアノとかさ、違うとこに所属してたよ。学校、高校生だ。写真集よき、いっぱい見た？うぅ！真実だけ書いていくから、うぅー、シャララララ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 、どこが？私セクシーだった？知らなかった。右に見えるのは何の言うこれとかですか？すいません、アイロンとかです。そして、ありがとう、ケーキ。お？マッキッキー！ちょっと見づらいから電気つけてみたら、マッキッキーやん。
やすくなった。ふぅ、広い。家辺だ。急に夕日、もう夕日、夕焼けかい。もしかして何ですか？ホテル？ホテルですか？あ、ホテルです。今ホテルに。すいませんね、依田さんの雰囲気。え、です。出たい出たい、依田祐希さんになりたい、量産型リコになりたい。お、いいね、お守り、お守りだよ。ポルテです。別荘です。そう、今イタリア、今はイタリアなんですね。オッケー、オッケー。あ、いい感じかな。よし、じゃあ片付けしよう。ピザの写真、なんだこの黄色さは。うん、全部黄色すぎんだろう。かといってこれはタブレットに戻って、え、全然ですよ、全然ノットタブレットよ、スマホです。ね、懐かしの電球の色。サラダ、ほんと？チャーリーさん、ありがとう。よし、オッケー。じゃあ、今から、ほんと、平成女子だって。このズボンもわかる、やりたいこと。とりあえず
けたら OK。 ズボンは履けたら OK。 高校生スタイル、そめっちゃ可愛い。ほんと綺麗？褒められたことなかったので嬉しいかも。耳の形って同じ人いないんだよね。全員違うんだって。え、結構口内炎治ってきた説ある。お片付けせずに靴下と靴履いてました。大事だよね。もうちょっと靴じゃ物で脱ぎます。平成天狗さん、かわいい、ありがとう。日焼け止め塗っちゃうか。
と15分あっという間だね。ふう、水は持ちました。ちょっとまだそこの領域に至ってないかもしれないです。よいしょ。見つめてたい透明のがセブンキャンバス今どこにはやばいよ。余裕ぶっこいてたのに。余裕ぶっこいていたのに。どれどれ。なのに歌う。とりあえずカバン作りはできました。くらいのお弁当箱に
け。あとはタピオカ。時間？ふう。オッケー。オッケー。ありがとう、よきです。タピオカも入れた。ナイトキャップも入れた。ふう。ハリーさん回復薬ありがとう。あれ？ここかな。ラストワンさん頑張れ。平成天狗さんかわいい。キミルさん頑張れ。ナベさんかわいい。わーい、ありがとうございます。よし、今24分ですか。じゃあ間に合いましたね。福ちゃんちお疲れ、ありがとう。特に忘れ物はないと思われます。よし、24分になった。ありがとう。じゃあコンコンケーキありがとう。冷蔵庫うん大丈夫。福ちゃんちお疲れ、ありがとう。よき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 、大丈夫だよね。私時間が来ました。では行ってきたいと思います。はぁー、セーフ、間に合いました。じゃあ皆様、今日も健やかに行きまーす。またね。39位からイスマンさん、ミオさん、ヒビキちゃん、シボさん、ヤマンジさん、ナベさん、タカユキさん、ヒデブーさん、ポムさん、渡辺さん、ヨイチさん、チャーリーさん、ボヤッキーさん、ソフさん、かくれんぼ中さん、ビーショッパンさん、アムトンさん、サンソンさん、ポンコツさん、シルバーズツビさん、ケンちゃん、トトラ、オリちゃんち、カゼさん、カゼさん、キアさん、アイルトサトさん、マリュウさん、平成天狗さん、ラストワンさん、スノー、ノロスケさん、コンコン、そして本日の秋元先生枠はニョッキンミルン先生です。ありがとうございます。ケンケンマニョゴン、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位福ちゃんちでした。福ちゃんちありがとう。第2位コバさんでした。コバさんありがとう。そして第1位ハリーさんでした。ハリーさんありがとう。そしてみんなでした。みんなありがとう。マーエルトン佐藤さん尊い可愛いありがとう。はい、みんな見に来てくれてありがとうございました。見守ってくれてありがとうね。じゃあ終わりたいと思います。皆さん今日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに。そしていきます。またね、またね、また配信するんで待っててください。じゃあまたね、またね、行ってきます。